カエルツボカビ症、カエルツボカビ症、カワズツボカビ症、カエルツボカビ使用は、ツボカビの一族一種の新菌、カエルツボカビによって引き起こされる、両生類の致死的な感染症である。野生の個体群での、この疾病に対する、効果的な対策は存在しない。ただし、カエルの種によって感受性は異なり、アフリカツメガエルやウシガエルは感染しても発症しない。 カエルツボカビ症は、蒸気のカエルツボカビが、カエルの体表に寄生、繁殖し、カエルの皮膚呼吸が困難になる病気である。発病すると、食欲の減衰が見られ、ひどくなると、体が麻痺し、死ぬこともある。この病気は、北米西部、中米、南米、オーストラリア東部で劇的な両生類の減少、あるいは絶滅を引き起こしてきた。この病気は、 世界的な両生類の生息数と世界の両生類種の30%もの種数の減少に関連している。減少のうちいくらかはこの菌によるものと信じられているが感染に抵抗している種もあり、またいくつかの個体群が感染が低レベルで持たして生き延びていることも報告されている。研究室での調査ではこの菌は高温ではあまり活動しないとされており、 また感染したカエルを高温にさらせば、菌を殺せるとも言われているが、素人判断は進められない。原因菌は、カエルツボカビからの分離株が用いられたことに由来する。基地のツボカビ門で唯一脊椎動物に感染すると、され、両生類の皮膚で増殖し病原性を表す。また、無ビ目のカエルだけでなく、有ビ目のサンショウウオ等にも感染することがある。 カエルツボカビの増殖には、タンパク質のケラチンが利用される。カエルのケラチンは、オタマジャクシでは、口の周囲にのみ存在するが、変態とともに、ケラチンの分布が増え、それに伴ってカエルツボカビも増える。発育に、最適な温度は、摂氏17度から摂氏25度とされるが高温に、弱く、摂氏28度で発育が止まり、摂氏30度以上で、 死滅するが冷凍では不活化されない全国から集められた約5300サンプルを分析した結果、様々な遺伝子型、ハプロタイプがあることが判明したが、遺伝子型ごとの特性の解明は不十分である。また、長期の人口培地による培養は、形態の変化を引き起こす。サイエンス2009年10月23日号によれば、 カエルツボカビ症によって電解質の輸送が阻害されて、心不全が引き起こされることを、オーストラリアの研究者が突き止めたという。感染した個体は、皮膚の表面の電解質の輸送が50%超抑制され、結晶中のナトリウム、カリウムの濃度がそれぞれ減少していた。具体的な症状としては、肺部表面に多発する、発疹、腹部表面、または水かき、下のピンク、 赤色腸への変色、孔子の主張などがある。症状は肉眼で確認できない場合もあり、集団発生の場合は、急死例が多い。2006年12月、日本国内で飼育されているカエルからカエルツボカビが検出された。これを受けて2007年1月13日に、学会、研究機関、環境団体など16の団体による、 カエルツボカビ昇進入金給自宣言が発表された。続く2007年3月には、多数の絶滅危惧種の寮生、爬虫類が生息する沖縄県で、麻布大学獣医学部の宇根由美ち教授の調査により、ペットショップで販売されているカエルからエルツボカビが確認された。これを受けて、沖縄県内のペットショップの中には、カエル類の入荷、販売を自粛する業者も出てきている。 2007年6月10日、麻布大の研究チームはさらに、野生の牛ガエルが、ツボカビに感染していることを確認したと、同大で開催されたフォーラムにて発表し、ウネチョ教授らは、全国のペットショップや、研究機関などへ警戒の呼びかけを始めた。また、検査をした、両生類の個体は30匹で、同大が所在する神奈川県内で捕獲した牛ガエル10匹の、うち、 4匹で感染を確認した。との発表があった。2007年及び2008年に行われた184個体に対する感染実験の結果、南日本に生息するカエルが感染しやすい可能性が示唆されている。これは、沼ガエル、ヒメアマガエル、ハナサキガエル類について感染が認められたためである。2008年に国立環境研究所などにより行われた調査では、 全国944地点で5178個体のサンプルの採集を行った。解析途中の結果として、1638サンプルの感染状況は、日本アマガエル0.4%、1個体238個体、トノサマガエル0.5%、1個体186個体、沼ガエル0.4%、1個体229個体、 ウシガエル7.8%、6個体、77個体、土ガエル0.9%、1個体、108個体であった。ただし、DNA 配列は、病原性の強いタイプ、タイプ C とは異なるタイプ、タイプ A と考えられる。ところが、2009年5月に、カエルツボカビが、アジア起源ではないかとの報告がなされた。国立環境研究所などの調査で、 日本のカエルより約30系統のカエルツボカビが見つかったが、中米や豪州では1系統しか見つかっていないとのことであり、これが正しければ、アジア起源のカエルツボカビが世界に拡散し被害をもたらしたと考えられ、日本、中国、韓国などで感染の報告があっても、被害の報告がない説明ともなる。二0 1年九月時点で五十種類のカエルズボカビが確認されており、 サンプルの三パーセントが菌に感染していたが大量死は発生していないこと。九百三十二年のオオサン症用の標本からもこの菌が検出されていることなどから日本ではカエルツボカビが昔から自然に存在し、日本の両生類は抵抗力を持っている可能性が高い。カエルツボカビ感染の最初の報告はジーナパス属のアフリカツメガエルのものであったため、当時は 発祥地もアフリカと思われていた。アフリカツメガエルは世界中に広く輸出されていたので、ビデンドラバタリスの一時的な媒介者と考えられている。国内においては、アザブ大学などの調査によれば、アフリカツメガエル52匹中51匹がツボカビ陽性であったと報告されており、このような感染しても発症しないカエルの流入と、 繁殖がつぼび感染拡大の一因であると言われていた。環境省もアフリカツメガエルは日本でも定着の恐れが高い種であること、日本においてはすべての両生類の中で最も多く利用されている種の一つと得ているとなど説明している。その一方で、カエルツボカビのアジア発祥説前からアフリカツメガエルの日本国内の輸入が始まってから30年以上経過しているのに、 生態系への影響についての話は聞かない、国は騒ぎすぎではないかという意見もあった。実際にこのカエルが国内で、気化繁殖した事例は、ごく少ない。しかし、例えば2006年に、和歌山県田辺市のある地域で複数のため池で、繁殖しているのが発見された。市や県なども問題視はしているが、駆除は、進んでおらず、和歌山県では2007年以降も地元市、 キー民法やテレビ等でこの問題が断続的に報じられている。このカエルはツボカビに関して陽性であることが確認されているが、2008年現在では他の両生類への影響は報告されていない。アフリカツメガエルと共に世界のツボカビ研究者が警鐘を鳴らしているのは人間のフィールド活動である。今回のツボカビ症の発症を受けて環境省は イリオモテヤマネコの餌であるサキシママガエルをツボカビから守るために桟橋で渡航者の靴の消毒を行っている。2012年の研究では食用やアイガニ用として流通するザリガニがカビの拡散ルートである可能性が示唆されている。2007年6月25日毎日新聞にカエルツボカビ症による生態系の危機へ目を凝らせと題した写説が 掲載された。この中で、著者は、ツボカビ生姜単に両生類のみの危機にとどまらず、食物連鎖や、中外の感染症を介して、生態系全体を崩壊させうるものであること、その抑止のために、国家レベルでの適切な対応が必要とされること、などを論じている。中米パナマでは、北部から侵入した本病によりカエルが激減したが、 本病の侵入が予想される地域のカエルを捕獲し、動物園で飼育することで絶滅から救う試みが行われた。米国ワシントン DC のスミソニアイ国立動物園は2010年7月22日、オーサンショウウオの繁殖センターをオープンし、初めて日本のオーサンショウオの国外繁殖を行っている。同動物園に広島市朝動物公園から寄贈された。 オオサンショウウオは、計5匹で、このうち11歳のオスメス各2匹が、繁殖用に飼育され、19歳のメス1匹は、動物園で展示される。日本のオオサンショウウオは、カエルツボカビ症に、抵抗力を持つとされ、同動物園では、ツボカビの被害を受けない秘密を、ぜひ知りたいと、飼育と同時に、ツボカビ克服のために個体を研究していい。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。